皆さん、映画プレゼンの時間がやってまいりました。本日ナビゲーターを務めますチャプ吉と申します。本日はよろしくお願いいたします。さあ、寒い寒い日々が続いております。冬が到来しましたね。冬といえば雪、雪といえばアナ雪。さあ、本日は現在大ヒット公開中のアナと雪の女王2のレビューをしてまいりたいと思います。さあ、ズバリ早速ですね、何点かと申しますと、5点満点中 4.5 点。さすがディズニー、またも涙させられる、そんな作品でございました。前作アナと雪の女王はレッド言っとこう、放っておけ、これが大きなメッセージの一つでした。そして今作 Into the Unknown、 未知の世界へ、まさにですね、こちらより壮大なテーマで描かれた作品となっております。さあ、早速今回3つの僕にとっての推しポイント、皆さんにご紹介したいと思います。まず1つ目、キャラクターでございます。さあ、今至るところでアナと雪の女王のキャラクターたちに出会っておりますよね。まずこちら、テーマパーク東京ディズニーリゾートでは、ここ数年毎年冬のイベントといえばアナと雪の女王でした。そして昔やってたワンスアポアンタイムのフローズンフォーエバーでは、もう完全にアナ雪にフォーカスされた、ショーとなっていましたね。そしてこちら、企業コラボ、これはね、もうあのテレビ CM でも百貨店に行ってもどこに行ってもアナと雪の女王のあのキャラクターを見かけるという、もう至るところで企業コラボがされているという状況です。そしてさらにはこちら、劇団四季ではなんとアナと雪の女王を舞台化すると、そういった状態にもなっております。なのでもう日常生活にアナ雪あり、キャラクターにね、もうすでに僕たちはスター感を抱いている状態です。まあね、皆さん、あのスター、例えばハリウッド俳優だとか、あの芸能人とかね、僕たちにとってのスターっていうのはなんか日常生活が気になりますよね。なので、それが気になるからハリウッドスターのインスタをフォローしたりだとか、あとはまあ芸能人のね、まあ裏側にフォーカスしたテレビ番組とか非常に面白く感じます。そんな僕たちのスター、アナやエルサやクリストフやオラフの日常生活が垣間見える、そんな作品にもなっているわけです。なのでアナと雪の女王のキャラクターたちが好きな方にとってはさらに楽しめるんじゃないかなというところでございます。さあ、2つ目、これはですね、こちら、大人向けということですね。皆さん、アナと雪の女王の予告編ご覧になりましたでしょうか。僕初めて見た時にあれも衝撃を受けました。予告編の圧倒的スターウォーズ感、もうどう見てもね、アナと雪の女王っていう感じはしなかったです。もうあの予告編からもわかるように、よりシリアスで、よりダークで、そしてサスペンス要素もある。なのでこの叙事詩的世界観に引き込まれる、そういった作品になっております。だからこそ壮大な映画がお好きな方にとっても非常におすすめできる作品になっているのではないかなと思います。さあ、それでは3つ目、これはですね、こちら、笑いでございます。泣けるところもあれば笑えるっていうのがディズニーなんですね。オラフ、もうこのオラフはね、もう子供から大人気のキャラクターです。陽気であり、おとぼけであり、そしてピュアな存在、まあ、子供にとってはもう非常に距離の近い友達のような、そんな存在だと思うんですね。そんなオラフ、今回ですね、なんと詩人になっております。詩人です。なのであんなピュアだったオラフが突然大人びた、すごい壮大な言葉をね、述べるだけでも非常に面白い存在になっております。そしてこちら、クリストフ、クリストフがね、実はあの歌うシーンがあるんですね。まあ、そこが非常に面白い。もう子供というよりかは、もう彼は完全に大人向け。特にですね、僕今24ですが、さらに上の年代の方、30代40代の方がより楽しめるような、そんなね、このクリストフの歌のシーンがあるんですね。もうこれが非常に面白い。さらにこちら、アナと雪の女王1、これね、まあ、世界中で大ヒットしたわけです。もう日本でもアナ雪現象、またあの流行語にもなりそうになりましたね。ありのままで、あのレッド・イット・ゴーが非常に大ヒットしたあの作品なんですが、アナと雪の女王のこの世界観とストーリーに突っ込んだようなお笑いポイントがあるんですね。まあ、これもぜひともね、本編を見ていただければわかるかと思うんですが、まあとにかくこの笑い要素、これにね、もう全体的に子供から大人まで楽しめる笑い要素というのがふんだんに散りばめられた作品になっているわけですね。
この映画館で大笑いしたい人、これ非常におすすめです。まあ、僕はね、映画館、ユナイテッドシネマ豊洲というところで見ましたが、まさかの僕一人しかいなかったんですね。こんなことあるかなと。まあ、四国の香川県ではありますが、まさか東京で一人だとは思わなかった。なので、もう何も気にせず大笑いしてましたね。なので、非常に笑いポイントがあるっていうのも今回の映画の魅力となっております。さあ、最後に、誰と見に行くべきか。これは家族じゃないかなと思います。まあ、今回予告編でもわかるように、エルサがなぜ、あの能力を身につけているのかっていう謎を解き明かしていくような、そんなテーマになっているんですね。まあ、そのキーとなっているのが実はアナとエルサのお父さんお母さんなんですよ。だからこそ家族にフューチャーされた作品だからこそ家族と見に行くべきだというふうに思います。もちろんね、一人でも楽しめます。僕も一人できましたし、カップルね、カップルでもデート映画としても完璧だと思うんですが、やはりまあベストは家族じゃないかなというふうに感じました。はい、ということで、いろいろと語ってきましたが、最高のキャラクターであり、大人向けの作品であり、さらに笑いがふんだんに散りばめられた、そんな作品です。全国大ヒット公開中ですので、皆さんぜひとも劇場公開中、クリスマス映画として見に行かれてみてはいかがでしょうか。さあ、最後に本日の名言ということで、アナと雪の女王2、アナより、Our lands and people now connected by love。今、世界と人々は、愛によってつながっていると。これが本作の一番響いた名言でした。はい、ということで今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。12月に入りました。アナと雪の女王を見た後はもう、あとはもうスターウォーズ、この一本に進んで、僕はどれだけディズニーに感化されているのかと思いますが、スターウォーズ非常に楽しみです。はい、ということでまた皆さん次回お会いしましょう。May the Force be with you。